どう言ってます、阿部先生はこれアドバイス。いや僕はですね、うん、ここやれよって、言いません、うん、はい。何やれっていう。これはですね、うん、武田塾チャンネル。もう7月は本当に浪人生とかもう7月だみたいな感じですから ね、 あっという間ですよ、うん、はい、うん、受験生はもう本当夏休み入った瞬間からもうフルスピードでもう勉強しないと、うん、もう取り返しのつかない差がついてしまいますね。まあ、その中でね、もしその悩んじゃってちょっとなかなか勉強進まないってことがあれば、うん、はい、ぜひ相談してほしいということで、はい、そんな受験生に悩みに答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。阿部先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、次第理系志望高3です。英語の長文で選択肢の文章も訳せますが、国語的な問題で間違えてしまいます、うん、受験で現代文は使わないのですが、現代文の参考書をやるべきですか、何かいい対策あったら教えてくださいと。なるほど、これも結構ありますね、うん、はい、どう言ってます、阿部先生はこれアドバイス。いや僕はですね、うん、ここやれよって、言いません、うん、はい。何やれっていう。これはですね、うん、なんて答えてますかね質問で返されてまず、はい、これは、はい、やった方が多分でも楽だと思うんですよ、うん、特にその現代文読解の開発講座とかね、はい、あの辺やっとくと、はい、あとは小論文の参考書やったりとかね、うんうんうん、すると、まあ、楽になる側面あると思うんです。特に要約練習とかね、はいはいはい、うん、だけど、うん、長文って参考書で、長文の参考書で国語できちゃう人もいるんですよ割と。そうですね、解釈とかね、うんうん、だから、はい、解決できる人は、うん、まあ、武田塾のルートの参考書とかだけでいいと思うんですよ、うんうんうん、でも解決が厳しそうなら現代文の参考書だった方が楽かなと思います。うん、そうですよね、まあ、なんていうかその、まあ、結構国語力がないっていうのはやっぱりまず語彙力なかったりとか、なんか大体語彙力とテーマ力、まあ、まあ語彙力なんですけど、うんうん、がある人って結構読めるじゃないですか、うんうん、なんでやっぱりそのさっき中村先生も言ったような、まあ開発講座もそうですし、うん、あとはあれですね、僕がおすすめするのはあれです、あの現代文キーワード読解、あ、そうです、ね、Z 解の、はい、うんうん、あの辺とか読むと、あれ現代文英語でも内容が出てきたりするんで、うんうん、あれ僕おすすめですね。あと英語的な参考書をそれやるとしたらやっぱり銀河メタリカかな、はい、そうですね、うん、確かにちょっとむずいですけど、むずいですけどね、はい、うん、まあただその、うん、国語的な問題っていうのは例えば選択肢の引っ掛けだったりとか、うん、はい、うん、あのそういうところでっていうことであれば、うん、なんていうかそのどうしたら答えになるのかっていうのを一回知らないと厳しいってのあると思うんですよ、うん、ありますね、うん、それは、うんうん、だからこれに関してはまずそのちょっと意識としてもしかしたら持ってるかもしれないっていうのは訳せりゃ解けると思ってないかなっていうところ、うん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 、うん、ちょっとそれありそうですね、うん、訳すイコール解けるじゃないし、うん、実はそれは国語的な問題っていうよりは、うん、解き方のテクニックの問題だったりすることもあるっていうことなんですよね、うんうんうん、確かに、まあ、なので、うん、根本的な問題が何なのかは結構考えないといけないかな。要は日本語にしても文章の意味が理解できないレベルだったらその、はい、さっき言った知識本とか入れた方がいいと思うんだけど、うんうんうん、訳して意味を分かんないに当たらないってなったらそれは解き方の問題の可能性もあるから、確かに何が原因で解けてないのかを一回はっきりさせた、一回はっきりさせた方がいいかなと思いますね。ですね、はい、うん、間違いない、うん、まあ、訳せても解けない場合って結構あるんで、うんうん、まあ、英語でのしっかり解法を学ぶっていうのも手ですね、うん、そうですね、はい、はい、参考にしてください、はい、今回は以上です、はい、大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね早慶、G マーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております、最寄りの校舎でですねぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。